よし。じゃあ57分ぐらいになってから放送につなぐので、それまで進んでおきます。で、今フェリーの予約をしたんですけど、いろいろ未踏寝台が埋まってたり、ちょっと放送始まってからいろいろ説明しようと思います。いろいろ。ラーメンもなかなか味噌ラーメン美味しかった。閉め忘れてるというのと、ポータファイの中に入れ忘れてる。どうだ、55分いってるっぽい。じゃあ出発。しょ、あと65キロくらいかな。見ていくか。普通にあるってことか。あ、そろそろ繋がると。でも駅まですぐだな。駅着いてから。それかな。いや、あそこの歩道があるとこ、横断歩道があるとこだ。
なかなか。木の感じはすごいけど古いのかなこれって。あ、もう50キロになってる生放送ページへ戻る。15秒だった。こうしてああまたウェブカメラが。やっときた。うん、よし、お待たせしました。よっと、これできてますかね。厚賀駅前です。さっき昼飯は味噌ラーメン食ってきました。かなり美味しかったです。いらっしゃいませ。お疲れ様です。この厚賀駅の建物って古いんですかね。なんか新しいんだか古いんだかよくわかんないです。近くで見ても、うん、追い出された。うん、古いんですかねこれ。うん、有給使ってます。有給有給2日とあの特別休暇2日かなになるはず。うん、これって古いんですかね。いらっしゃいませ。なんか古く作ったようにも見える。古いにしちゃなんか綺麗なんですよね。すごいですよね、このガラスの感じとか。いいな、なんかよっと、デザインというかなんか新しさがあるんですよね。いらっしゃいませ。平成元年に改装ですか。改装でこうなるんだ。廃材かなんか使ったんですかねこれ。入るって言ったってほら、うわこの音ラクラクしてるな。てっぺい分かれろ、てめえが分かれろ。で、駅根はでき、駅根はしにくいベンチになってますね。23年前、1日8本か、片道8本往復、上下合わせて1日16本ありますね。そうか、足の小指が一生ぶつけ続けろ。一応これはこの音、こんにちは。落ちた。止まろうと思えばマットと寝袋ありゃあ、列車は何時だろう。まあでももう何度も見てますけどね。13時からだから一番直近で来るのは14時台ですね。14時6分、あと1時間ある。おばあちゃんちの引き戸も、そうそう、自販機は補充に来てますね。これはピカピカです。556、よいしょ、味ありますよね。でも割と最近改装したっていうのはなんとなくわかる。ただ古い感じじゃないんですよね。ガラスとかが新しいからかな。材木使ってある木材は古い。さてフェリー予約してしまいました。21時15分だっけ、21時5分だったか15分だったかのに。いらっしゃいませ。その苫小牧まであと、あ、
ご飯はですね、大当たりというなんか特別というわけではないけど、かなり美味しかったですね。あの豚筋煮込みみたいなのが乗せてあるやつ。あ、そうそう、あの二等身大が埋まっちゃってましたよ。二等身大ないそうです、空きが。と思って、で二等で15分、そうそう、充電がですね、コンセントってありますかって言ったら、あれば使っていただいて大丈夫だと思いますって言われました。ノリですですか。なので、しかもそれで向こうに着くのは5時前ですからね。場合によっては23時台のに回あのずらすという手もあるなと思って、予約って後で次の便とかに変更できるんですかねって言ったら、まあ気があればって言われました。フェリー配信はどうだろう。フェリー配信電波があればですね、コンセントはまあただ携帯持ってる人同士で争奪戦になってるかもしれないからな。だから23時台のにずらして、二等身大狙うっていうのもありかなと思ってます。海の上はどうだろう。電波、テレビのみんなに殴られますね、船内の娯楽を奪ったら。車で漫画喫茶、車はどこに、分配器、そうそう分配器、あのタコ足持ってますから、すいません、こう根元のところに割り込ませてくださいっつって、決してあなたの邪魔はしませんので。三つ股ですね、23時ですね。ただ雨がそのあたり降ってると思うんで、外移動できなくしにくくなるっていうのはあるかなと思って。あ、ちなみにあの21時15分の船に乗るために自転車一番最初だから19時半に来てくれって言われましたよ。1時間半以上前ですよ、自転車乗車。どんだけのフェリーなんだろう。あ、ラーメン美味しかったです。19時半に乗ってくれと言われました。びっくりです。そう、間に合うのかどうかって話になってくるんですよね。びっくりしました。まあ、乗せてもらえなくなることはないんだろうけど、遅れたところで。ん、あ、使い放題どこが。まあなんとかなるでしょうけどね。車乗り込むのってことはかなりでかいんですよね。確か定員500人とか600人のやつです、乗るフェリーは。早すぎて。22時だと思います。ん、戻ってくる。150メートル、150メートル。太平洋フェリー、うん、オームは今回行かないですね。輪行スタイルはあれどうなんだっけ。いや、でもできれば輪行パーキングしたくないです。あの荷物が、肩が壊れるぐらい重いんで。60キロ、65キロかもうちょっとあるぐらいですね。70キロは切ってる。郷土料理はウニ丼ぐらい、ウニ丼とあとセイコマのパスタ。海は今日ずっと荒れてますね。で自転車2000円です。2等が4700円ぐらいで、人間がで自転車でプラス2000円。これが2等寝台になると6000何百円だったかな、2000円ぐらい上がります。19時、うん、だからギリギリなんですよね。苫小牧でお土産どうこうする時間もないな。苫小牧には三越という店があって、お土産にはいいらしいので。これも昆布干し場かな。三越という店があるらしいです。あのデパートの三越じゃないとこだと思うんですけど、ご飯食べて、やっぱ23時台にしますかね。フェリーの、ああどうだろう。
コスだなんて。伊勢丹どうでしょうか。お土産は、お湯が、なんとなくわかる。昔なんか一遍あの船のお風呂入ったことあるようなかすかな記憶があるんですよ。それとも何かで見たのかな、映像で。フェリーですね。すいません、車が通過するときはだいたい聞こえてないです。まあ追い風だから特に急ぎもせずに行って大丈夫だと思いますけどね。そうだ、あとインターネット、あのシルバーフェリーのインターネット予約は当日はできないですね。前日からでしたね。だから1割引き損した。何が怖い。目が遠くのもの見るからかな。そうなんです。そうではない。でも損したと思っちゃいますよね。気温はまだ上がってきてるな。結構暑くなってきました。ちょっとアンダー脱ぎたい感じではあるな。こんにちは。ライブありがとうございます。あの YouTube に上げている動画のコメントのやり取りのリアルタイムがこれです。意外と蒸し暑いです。昨日より湿度高くて、雨はまだ空模様を見る限り大丈夫だと思うんですけどね。雨が降ったら途端にもうどうしようもなくなります。まあでもこの道だったらいくらでも雨宿りできる場所はあるだろうから。なんて風だけど、アップダウンはちょっとあるんですよね。もう3つぐらい超えてきたのかな、アップダウンは。2つか3つか。もう1つ2つぐらい丘があると思います。iPhone 確かついてないじゃないですかね。シシャモハワイ行ってたの。シシャモ結局食ってないです。ラーメン食いました。シシャモのとこまで待てなかったんで。ラーメン美味しかったですよ。あの下にあのもやしとか玉ねぎ炒めたやつも入ってました。あの肉とか、あ、ホッキ今回食べてないんですよね。ホッキあ、ホッキだったら、貝の方だったらセイコマの酢の物のパックの中に入ってました。
から私は八戸からは十和田区方面に行こうと思ってます。また跨線橋か。あっち走ってるのはなんで、あ、工事なのか、あれは。ん、あ、何が電波がいいって言われたのかな、今。苫小牧まで62キロ、助かり、あ、そうそう、そんな買わなくていいのに、いちいち登るのめんどくさいよ。まだ60キロ切らないですね。だんぶさっきよりでも少ないですけどね。さっきもっと多かった。集落かな、これは。うん、はは、はあ、楽しみにしないでください。私は映像だと怖く見えるみたいです。実物はそうでもないです。うん、ちゃんと寝られれば二頭でもいいと思うんですよね。キャンプで、ね、テントで寝てるわけだから。やっと、あとは充電が確実にできるかどうかが気になるな。うん、いや、三石生コンって、ここにまだ三石の名前が。ガネットですね。今年は休み。自転車的にはそうですかね。雪は何月から何月までだろう。酒屋さんかな。まあ雑貨店ですね。あれ、タールかなんかの匂いがする。アスファルトとかアスファルトとかのパルマン。あ、またダメですか今ここ。次、石油なんですかね。なんかあの黒いつぶつぶが積んでありました、向こうの方に。ここじゃあ、ちょっと見てみます。どうですかね、匂い。かなり それありますよね。うん、行ってるように見えるんだけどな。
一応またあのサービス停止開始をしてやってみましたけど、しばらくしたら来るかもしれないです。来なかったらまたチェックします。うん、そうそう、景色思い出しました。旅行じゃなくて、あの実家の記憶なんかもそうなんですよね。子供の頃の記憶とか。申し訳ない、この端っこは盛り上がってるせいで怖くて走れない。これより外側は、ニューですよね。絶対そういう論文は存在するはず。すでに来ましたか、よくわからん。まあウエストバッグの中に入れてすぐ取り出せるようにしたから、こまごまチェックはできます。まあまあ、うん、強いですよね。私も実際そう感じるんで。これラベンダーじゃないけど紫色が一面咲いてる。そう、今回だけそれてくれればいいです。あとは能登だったり大和だったりしてもいいです。もうそろそろ60キロ切るくらいかな。うん、雨はそうですね、雨はちっとも楽しくないです。ただある程度以上ちゃんとあの雨具で固めて、すごい雨が降ってくると逆に楽しいです。この、うん、何年前から、私は何年前からかな。豪雨になると開き直りますよ。楽しくなりませんか、そういう場合、シチュエーションって。それどうかいいの。去年の青森の五能線の時の豪雨は、まあ、火がいろいろ出ましたけど、個人的にはなんか面白かったな。よっと、この線、うん、それでもいいですよね。弓道、うん、あ、そうそう、出てる俺っていう、それそれ、その感じ、そんな感じです。ん？すごいね、うんうん、いやっと着替えなんですよね。あと今の時期は寒さが、北海道そうです、今日までです北海道。やっぱりまた知りたくなってきたな。お、いらっしゃいませ。うん、FM7 なかなかのもんですね。 FM8 の半額だっけ。ん、結局何入ってない。風は佐渡島で引いたことあります。で、風邪薬で一発で治った。さすが現代医学って思いました。医学の力。あの時は宿に着く、あの、なんだっけ、なんとかベルメールユースホステルっていうとこで、被災地、うん、動かした。急発は、ん？ちょっとこの白線周辺が変にあの段差がつけられてて走りづらい。
風よっ。やっぱりこのぐらい内側に入らなきゃ走りづらい。こんな道はとっとと走り切ってしまいたいですね。改善用語道ですかね。なんか今斜めに線が斜めにエンボスが入っててフェリーに、うん、こうするそうですか、うん、避けるのは大きく避けてくれますね。旅行用で荷物が横にはみ出してるし、普通の自転車よりも邪魔なってる感は大きいと思います。邪魔なってる感、昨日と同じ追い風なのに湿度の高さと車の多さと道の狭さで全然違う。逆に言うと追い風っていうことしか共通点ないんですけどね。あ、でも暖かいってのあるか。うん、真っ直ぐですね。少し雪積もった時用にできるだけカーブを少なくしてると聞きました。お前マジか。確か裏道とか行けるとかあったんですけどね。うん、そうだ、ミラーは、ああ、一時期つけてたんですけどね、あんまり 見やすくなくて、あとは輪行の時の付け外しがちょっと面倒というのがありますかね。うわ、ちょっと半蔵門で、あ、そう、ミラーを見るのも結構怖いんですよね。下見ると最近 GPS とかもあんまり見なくなっちゃって、前方と後ろしか見てないな。後ろもチラッと。でも今まで自転車で転んだ時のことを考えると、原因はだいたい前方不注意ですね。旅行者はいっぱい通ってると思いますよ。うわ、何ですか。止める。うん。あんまでしたね。あ、延長できてないかな。どっかで出てない。ちょっとチェックします。チェックするために止まらなきゃいけないけれども、どっか隙間はないのか、横に隙間は。これかな。大した隙間じゃないけど、うわっ、ちっち、なんで聞いてないんですかね。もしかして配信開始ボタンが押せてなかったから。ほら、開始してみろ、早く。仕方がない、手動で。手動で。ん？いいとこに。手動延長しました。また効かなくなってる、延長が。あと、蒸し暑いです。右にですね。今なんかブレーキかける、最後の止まる瞬間に、ちょっと前輪が砂利に乗って滑ったんですよ。
まだ腹いっぱいだ。いやと。なんとか。そう、減速するとこないですからね。ここ。あ、富士の砂。さっきみたいに滑るわけですね。電話工事中。電話工事。そうそう、直線ばっかりなんですよね。雪で滑るときにカーブをできるだけ少なくするために。ちょっと待ってください。手ぬぐいがずり上がってる。なんか額のあたりがチクチクする。ちょっと待ってください。これが、あ、豊里、豊里、あ、すごいでかい上りがまた一つある。これ携帯のやつですかね。でも工事やってる人いない。競走馬の、うん、ここまでいっぱいありました。あれ上るか。あれも標高差50ぐらいありそうですね。あ、多くのありがとうございます。バイパスというか、なんか有料道路みたいなのがありますよね。よし、あの丘越えて向こうに降りたあたりからかな。登ってるな。止められるかと思ったら止められなかった。そこでやってんの。右下がりが、いやっと、難しいな。これで少しは戻りましたかね。右下がりは、右下がりの5。自由って戻る26キロ、26キロ。バイパス、ここ駅かな。駅だった。わあ、よいしょ。うん、非常に、うん、それあります、あるみたいですね。見事。豊里駅、一応なんか独自の建物ではありますね。プレハブとかじゃなくて。いらっしゃいませ。これまたトイレもないですね。向こうの方のホームはなんか草に埋もれかけてるように見える。立派な、うん、今日ずっと曇りなんですよ。で、朝から暖かかったんですけど、今蒸し暑くなってきました。今日は寒くなるんじゃなかったのかな。今の駅です。豊里駅でした。さて、今の駅ですよ。何言ってんすか。いや、何言ってんすかじゃない。あ、イベントありがとうございます。なんと、うん、ビンディング SPD です。 SL じゃないやつに、ボントレガーのマウンテンバイク用シューズみたいなやつ。このシューズが重たいんですよ。鉄下駄と言ってもいい。ん？ここが何みたいなの？タンポポ。タンポポ。
もうあんのかな。航空機は初日に寄ってきました。ビンディング慣れたらこれが当たり前に感じますね。何がもうすぐうん、ん、狩猟便利、ん、ザルかき揚げ。さて門別競馬場まであと15キロ。スピード重いですね。うん、 SL よりは歩き回りやすいですね。フォームが重症。50は何が 50? 苫小牧まではまだ50まで来てないですよね。多分55キロぐらいかなと思うんですけど、残り慶応か。慶応も聖地とかあるわけですね。片面、ペダルだけ、まあ一応半面片面で使えるわけですからね。登る。うん。フェリーは19時半乗船。今日フェリーに乗ります。19時半乗船の21時15分出港らしい。まだあるな。フロアフェリーで入るつもりです。そこで終わりのはずかな。どうも。ウトナイ湖ってどこだっけ。そう、1時間45分も。明日はちょっとわかんないですね。明日のルートもこれから向こうに着いてからか、フェリーに乗ってから考えるので、寝ててもいいと思いますよ。上りはもうちょい。どないこ。融雪剤、そうですね。滑り止め入れですね、あれは。でも黒いから融雪剤的な意味も兼ねてるんじゃないかな。到着は、苫小牧着は予想では18時に着くかなってとこですね。うん、山の中結構ありますね。スナイデはエンカル入れとか。お、一本切れた。半分くらい、まだ半分来てないじゃないかな。いや、来てるかどうかぐらい。あ、給油日入れてないですね。バッテリー取り替えなきゃ。GoPro も切れてしまう。フェリーは、7時間ぐらいですかね、あれは。だからたっぷり寝てる時間はない。
私は八戸に行くということは決めたけども、水分してます、してます。八戸がどんなところですか、どんなところかも分かってないです。おう、今のは結構近いな。これ下った先がなんだっけ、なんかです。この辺りも全部馬牧場ですね。ちょっと近かったですね今のは。今の私もちょっと怖かった。プッて鳴らしてたから多分膨らめないっていう意味で気をつけろって意味だったと思うんですよね。1時間、福島は今回届かないと思います。てかそもそも十和田方面に行った後どこに行くか考えてないんで、まあ弘前ですかね。弘前とあれ五所川原だっけ、なんか五がつくところありますよね。五能線の五、あの辺りも行ってみたいな。避けないですかね。せんべい汁は前食いました、なぜか東京で。せん峰子のラーメン炙り、あ、切れがちですか。ビザー綺麗の、持ち込みとは行くつもりです。前日か前々日ぐらいから周辺を走ろうと思ってます。持ち込みと2日間行かなきゃ全部はとても食えないんですけど、まあ仕方がないかな。金曜に有給取って行ってもいいかな。高台、今高台多分標高40ぐらいじゃないかな。うん、38メートル。またしばらくしたら下ると思います。黒石か、黒石は新青森駅の新青森駅から臨行して帰るときに、黒石の何焼きそばだっけ、なんたら焼きそば食べましたよ。235なのかな、多分そうだと思います、わからないけど。ないですね。札幌オール輸送、会場は同じじゃないですかね多分。なんか変じゃないや、なんか変わった名前がついたドームだったと思うんだけど、ドームというか施設のとこだったと思う。うん、アップダウン休養、そうですね、明日一日休養に、もし雨が降ったら休養に使ってもいいかな。うん、あ、つゆ焼きそばだ、そうそう、つゆ焼きそばです。でもパケット制限は具体的には出てないですね。どんだけか超えたら規制する可能性があるっていうだけで、持ち大使、持ちレジェンドを差し置いて、持ちサミット会場には持ちレジェンドさんが数人いらっしゃるらしいんで、私もその持ちレジェンドさんの一人なのかな、それ一人か複数か分からないですけど、持ちレジェンドさん見かけて思わず話しかけました。持ちレジェンドって何でしょうかって言ったら、いや俺もよく分かんねえんだけどって言われてました。奥ゆかしい。うわ、そうそう、タスキはそうそう、あれはんないってこと、あ、バッテリー忘れてた、ありがとうございます。どっか
左側に、あ、さっきのところで入れよかったな。歩道、まあこの辺りの道はこんなに面白くなかったっけ。確かに印象残ってないんですよ、この道。相当昔だってなるけど、北海道は今日曜日まで、火曜日までです。今日の夜のフェリーで青森に渡ります。持ちレジェンド、多分実際何かあの貢献とかいろいろ実績のある人だと思うんですよね。持ちレジェンドに推薦あのされる以上は。レジェンド、あれたらそうですね、海の色も全然違うと思います。多分晴れたら昨日と同じになると思う。にしても今日は湿気が、昨日に比べてえらい湿気が高いです。こんなもんで蒸し暑くて、うん、オロロン良かったですね。テントも貢いできたし、あまりに素晴らしいから、うん、まあ、今の時期寒いらしいんですよ、こっちは本当は。それよりはありがたいですけどね。あ、また切れて、どっか電子交換調子悪いみたいですね。切り、あ、白いな。うん、する。うん、避けるって意味では使いますよね。海見えた。タイヤは 32C です。なんと驚きの。台風のせいなのかな。どっかできれば腰掛けて作業できる場所ないかな。さっきあの昼飯食いに店の中に入っていって出てきたんですけど、その間歩いてるときに結構足痛いのに気がつきました。あそこは本当にすごいですよね。一瞬、あ、そうですか。うん、意外と足の筋肉が痛くなってました。筋肉痛、漕いでる分にはそれほど感じないんですけどね。トネッコの湯、あー、もうこの辺りでいいか。バッテリー交換と、よいしょ、今ここチェック、今ここチェックの方多分忘れてしまうから先にやりますかね。そうそう、ん、そう、100キロオーバー多いです。足が意外と痛くなってました。さっき、あ、そう、ご飯食べて椅子に座ってて立ち上がってまた戻ってくるときに感じましたね。これでいいかな。さてバッテリー、うわ、バッテリー入れはよっ、こんなか。末吉は家に置いてあります。装備、重装備かな。パソコン使ってる限りは自転車のダイナモごときじゃ全然足りないです。ごときじゃあな。この9日あたりで、そうです、よいしょ。これで復活したかな。あれ、
雨降ったら放送諦めて、機材全部後ろのバッグの中に、防水バッグの中にしまい込んで、さあちょっと待ってください。今読み上げ聞こえてないです。今ヘルメットに小さい雲が。空気でこの中に入ってます。いや、雨はこれから降るかどうかってところです。ん、何飲まない。ん、太陽電池、それも足りないですね。パソコンじゃあ、Android とか iPhone だったら賄えるかもしれない。今がもうすぐ2時か、3時近づいたら、3時近づいたら冷たくて甘いものでも摂取しようかな。ん、何がなぜ後ろに偏ってるのがですかね。これは私が坂道登るときに後ろ荷重の方がクリップつきやすいんですよ。この質問で、ちょっと待ってください。 GoPro のレンズをちょっときれいにしたい。潮風だいぶ汚れた。このセーム川の、セーム川っていう川がもう汚れすぎててあんまり取れなくなってるな。海の近くのしぶきをずっと浴びてきたから割とレンズが汚れてます。こんなもんでいいかな。セーム川、セーム川、これも汚れたから買い替えないといかんな。買い替えるとヘッド交換しなきゃダメ。30キロ、まだ50キロぐらいあると思うんですけどね、多分前に。私は一時期フロントバック荷重だったんですけど、フロントバックに偏ってたんですけど、あれだとですね、登るときに後ろが滑ったりしたんで、で今もうめんどくさいんで全部後ろに乗せてます。前の方のキャリアとか、輪行のときに割と面倒なんですよね。メガネも体力、マイクは、マイクダメですか。ちょっと待ってください。苫小牧までの距離は、お、49キロ。おお。猿川ですかね。これか。猿川は確か登っていったら二豚になるところでしたよね。ダムで一悶着あった二豚ダム。前あそこのライダーハウスに泊まりました。カイザー民芸っていうところ。今はもうやってないらしいです。29、あれ、なんかさーって言ってるのは、これはなんか引っかかってる。フェリーは19時半に乗ってくれだそうです。いや、まだなんか鳴ってる、何かが吸ってる。あ、これだ。危ない危ない。食料袋が、フェリーで八戸まで。よく考えたら電話して予約したけど行き先全然なかったな。八戸しかないからなのか。これ、まあ大丈夫だと思います。これは達夫準拠、達夫じゃないや、末吉準拠的な熊デザイン。これはエアドゥの機内販売で買ってきました。500円で。落とさないように。何をいつもやってる。あと上りは1個か2個だと思うんだけど、
東海帝王の、そうなんですか、あそこ。あそこはなんか焼肉屋さんが安くて、ビラトリ牛っていうのが安くて美味しいって言ってましたね。ん、何が乾いた、洗濯物ですかね。実はまだちょっと湿ってます、わずかに。まあ一旦洗ってしまえば湿った状態でしばらく置いといてもすぐには雑菌繁殖したりしないと思うんで。八戸どんな町なんですかね、全然まだ情報がなくて調べてないんですよ。なくてっていうか調べてないんです。これ、これはまだですね、猿川じゃないですね。なったらそうですね、あんまり雨がひどかったら。ん、何つかない、市場、市場、どういう場所なんですかね。一日市内を回って足休めてもいいかな。一番気になるのは天気。また登ってる。そう、この辺りぶっ続けで登り下りがあるとこだったっけ。うん、っていうから、あ、ライハー、そうそう、なんか眠たりにもう一個ライハーあるんですよね、ライダーハウス。フェリー、うん、朝一か。朝一行くんだったらこの9時の便で行った方がいいんですよね。4時45分かなんかについて。今回はまだパンクしてないです。川渡ったらあれですね、せんべい汁あります。あのせんべいやたら頑丈ですよね。なんていう神社、あ、延長だ、ありがとうございます。今手動じゃない、あの自動で動かなくなってて、釣りばかりやった。延長、延長、ちょくちょくこの自動で働かなくなるところが面倒ですね。規則性がわからない。海猫が大群、え、神社手動延長しました。あ、どうでしょうで、ね、釣りバカやった門別って、ああ釣りバカ対決やったとこなんだ、 こっちの門別って。で、これもまっすぐ行くしかないですよね。うん、猿川の河口の方に行ったら確か橋が、あの渡るとこないはずだし、ちょっと線路沿いに道がないのかなとも思うけど、まあ別にそんな大した登り見えないから、よいしょ、わざわざ避けていくほどの登りじゃないですね。ラブスマッカーさん発売とバードボムが、バードドロップが、お、ありがとうございます。ぜひごひいきにお願いします。こんにちは、タミネオさん。タミネオさんの質問って本当多いんですよ。ですみません、私はちゃんと数えてません。いいよと、そんなに無駄遣いしてないと思います。みんな本当に予算っていうのは決めてから旅行に出るもんなんですかね。リアル店舗持ちました、おかげさまで。箱市っていうイベントやってたところに店舗構えてます。メインはそうですね、ん、儲かってはないんですけどね。やった、だから軌道に乗らなかったら大変ですよ。一言として言ってるけど、
アグラ落としてよかったな。いやっ、私は出資してないですけど、ん、社長は一人ですけどね。14時か。シンボリか、洋菓子屋さんです。コグマカロンっていう熊型の、熊型っていうとなんかあれだな、橋の辺についてもいいんですけど、苫小牧には19時半ぐらい。お、社長いらっしゃいませ。よう社長。ようじゃないね、よですね。ホースマンアカデミー。27キロ縮んだな。そう、パティシエです。パティシエ。まあ凍結することがあるからでしょうね、ここは。先週学校北海道ホースマンアカデミー馬人間マカロン。そう、私もそうなんですよ。坂は 10% もないと思います。 6-7% もうちょっとあるかな。 8% で待ちって、あ、近い。ぜひごひいきにお願いします。へえ。それって何でしょうね。そんなに縮むのか、50キロが半分になるのか。優秀は優しい馬の学校です。優しさを育てます。今日今50キロちょいですね。あと50キロ、それなりに頑張ります。パティシエールなんですか、女性だと。マキロン、ランチ食うがいい。私の発信ほぼ見てないと思いますね。内容的には全然通じるところはないので。また落ちたか。じゃあもう一遍チェックする。料理か。そう、頑張らない。なんか最近、なんだっけ、自転車日和だったかなんだったか、あの自転車雑誌のどれかで、あの頑張らないサイクリングっていうキーワード使われてましたよ。とうとう本に掲載されるまでになったか、頑張らないサイクリング。気温は体感では20度オーバーぐらいあるんですけどね、20度ないぐらいなのかな。やったったマッサージ。取材は、そう、頑張らないっていうキーワードは、あの初めて使われてるのを見ました。映画見ますか。4時に着けばね。今こっち見た。輪行、そうですよ、ですよ。でも輪行せずに幅広げる人もいますけどね。温泉、表紙か、表紙持たないです、私は。頑張らないで、ありがとうございます。社大ファーム、社大、社大と書いて社大なのか。
車台です。あ、有名なんですか、あれ。だから馬好きな人にはこの辺りは聖地だと思うんですよ、多分。よく知らずに行ってますけど、多分そうだと思います。あ、大手車台ファーム、この辺りゴルフ場に見えるんだけど、これも大阪さんとはちょっと言えないな。まあ、いずれ報告します。いずれ報告します。やりとりないけど。飛行場ですか。日本競馬会。歩道の方が道荒れてるんですよ、大体。できればこっち走っていたい。平所。そう、15時半から出走するらしいですよ。15時半から。車、いや、この辺りさっきに比べれば普通のスピードですね。第一に、北海道、なんだろう、どこだろう。私も多分知ってんじゃないかな。北海道自転車ツーリング第の、そう、シンボリルドル。シンボリっていうのはもともと結婚するのか。そうなん。ていうか、ずれ、やりとりずれますね。ラグひどいのか。生産者のための競馬場っていうのは、その、なんだろう、馬を買うために、剣じゃなくて馬の方を買うためになんですかね。セミ、今草刈ってました。ラーメン、あ、そのままそれ取れてますかね。さっきから何度も言われてます。豚筋味噌ラーメン、あの店の名物でした。名物っていうか、まあ売りですね。目玉じゃなくて看板商品ってことかな。飛ばされたことはないけど、あ、ファンが、ほら、また太ったって言いやがった。体重は大して変わってないです。いや、太って見えるんだったら、脂肪がつく部位が変わったんですけど、部位が、これは道の駅じゃないのか。これは門別トネップの湯って温泉か。160ってかなり高くないですか。お寺で、お寺、ああ、神社の時ですか。あの時どんな格好してたっけ。いや、そう、もちろん太ったくのは。あとで、あの、太ったっていうキーワードで、あの、コメントログ全部検索しますから。で、それで全部、あの、ID を蓄積していって、で、イヤイをつけてる人は、あの、携帯層分析をして、特徴的な言い回しとか語句とかを全部抜き出して、特定できるようにして。でも多分今の技術でそのくらいできると思いますよ。語句抜き出すまで私はできないけど、検索だったらもう今すぐできる状態ですよ。データベースに入れてるんで。そう、ビッグデータ。うん。レギュラーって昔100円切ってる時期とかありませんでしたっけ。精進料理、いや、特に。150。いや、悪じゃないじゃないですか。悪くないでしょ、それ。工作員です。工作員っていうのは、でも別の放送で、なんか、あの、人の考えを誘導するようなことを書くことじゃないんですかね。うわっ、何がかかってる。で、また海抜0メートル付近まで下っていってますね。ダイタ、いや、フラノは行かないです。あの辺り今気温どんくらいですかね。結構寒いと思うんですよ、内陸の方は。
アメダスとか見てると内陸はなんかかなり気温が低い。で、私寒いの苦手なんです。走ってる間はいいけど、ビッグデータ、バイバイはできるかな。テハン。でもキーワード、特徴的なキーワードを言い回しを何度もしてるとそれは簡単にできますよ。ビッグ太し。ニコ生に。何止めてる？全然ない。エルコメ検索。コメントビューアーで自分の放送とか自転車買って名前がつく放送は全部自宅サーバーで勝手にコメントログ取るようにバッチファイル書いてて、でそれを後でデータベースに取り込んで無料版の SQL サーバーっていうデータベースに取り込んで、 SQL サーバーエクスプレスエディションっていうのがありまして、2チャンネルに工作しますよ。門別競馬場は、いや前通るんだったらちらっと見るくらいです。工作狙うですよ。どんだけ狙うかって言ったらですね、パンツァーフロントっていうゲームのプレイ動画をアップローダーに上げて、それを2ちゃんのパンツァーフロント3に書き込むぐらいの2チャンネルでした。でその動画をどんぐらい経ってんだろう、あれから10年経ったのかな、ニコ動に上げた人がいて、自分が昔プレイした動画上がってるのを見てちょっと楽しかったです。ああいうのって全然なんか勝手に載せられたとかパクられたとかそういうふうには私は思わないんで。あとデジカメ写真もそうですね。私はデジカメ写真は記録のために撮ってて作品としては考えてないんで、勝手に使われたらそれはそれで嬉しいぐらいですけどね。そう、工作よっと、何されてんの。だからイヤイをつけてない場合は、例えば私の放送過去1年で一番コメント言ってる人が書かない。門別は？ニコ動というかニコ生でアーツさんが外配信してるの見た。いやアーツさんよりも前を見たな。ほらあれあれ。地震のあった。いや、パンツァーフロントの動画は地震があったわけじゃないんですけど、まあいろいろと面白いことになったんで。あのプレイはそもそも超チキンプレイですからね。あと10月農場っていうソ連の、説明したら長くなる割にあまり意味がない。画像、何を保存？コメントですか？し続けてます。ですね、データベースのサイズが2ギガとか3ギガになってきたんで、別のデータベースに切り替えたのがもう2個あるから5ギガぐらいありますかね。コメントログ圧縮してない状態で。よっと。詳細、詳細教えて。いや特にそうでもないですね。でも確かに知りたいのは知りたいっていうのはある。自分のそういうのが使われてて自尊心くすぐられたいっていうのはありますね。でも無断でやられても別にいいですけど。クラウド、チキンプレイ、どうだろう。オンラインストレージがまさにエバーノートだっけですよね。いろんなアプリ間でデータやり取りするためのストレージ。寿司キャッチ、寿司、この町は太った。門別だ。門別ついてます。もうすぐ猿川、あそこだ。失礼。整備結構綺麗にしてますよ。ハードディスクサイズは
2テラとか3テラのやつをどんどん使い続けてます。2テラのやつでこういう GoPro の録画が何日分ぐらい入るかな、20日分は入らないぐらいかな、10日分は入ると思うんですけど、1日に録画が64ギガかける多くて2枚だから、まあ100ギガぐらいなので2テラで20日分ですね。なので今回の旅行で1テラ分ぐらいのサイズになります。で実際今回6000円の1テラバイト の, あのハードディスク、ポータブルハードディスクを買ってきました。 Amazon でギリギリでした。今までは旅行で使ってたやつは500ギガだったんで、今回の旅行じゃ入りきらなくなるところでした。64ギガのメディア2個使いますからね、1日で。そう、全部記録してなきゃ気が済まない。よっと。YouTube に上げてるのもあれ、画質悪くなってるんで、かなり。元の映像どっかにストアしたいんですけど、ね、オンラインのどっかに。夢ですか。データを貯める。活用してるかというと、見ない。一応私はそれ片っ端から YouTube に上げてるんで、一応は、2テラのディスクはいくつあるかな ?5、6本あるかな、まだ5本もないかな、人生。いずれそうなる可能性もあると思いますよ。かけてるメガネから全部録画し続けるとか。これが猿川ですね。上流に二豚にダムがある。検閲、本当ですか。 YouTube のやつ、もうちょっといろいろやりたいんですよね、あれは。あそこボートがいる。あれハードディスクって、あれ渡し船もしかして。線が張ってあります、ロープが向こう岸まで。でもなんか乗ってるのは素人っぽい人2人に見えるけどな。赤いライフベスト着た。編集せずに全部っていうスタイルはまだ、ああいうスタイルって存在しないんですかね。 YouTube が容量無制限だからできてるだけで、そもそも見る人、通して見る人はいないんですからね。2テラ、私は計算したら3テラのが微妙に良くなかったかな。私が最近買ったやつは3テラです。さっき、いや見えないです、すべてを。あ、あっちこ、あっちの部屋か。3テラかなりもう良くなってきましたよね。今全然寒くなくてちょっと蒸し暑いんですよ。猿川、ひらがなで書かれるとインパクトあるな。ちょっと佐護城の差に流れるの川で猿川なんですけど、ん、私みたいな動画は他にありました。あー、ツーリングマップル、柔軟訓練。なんか乗ってる人は普通の人に見えるんですよ。猿、よし、ラグテスト。美味しそう。みんな美味しそうって言いますね。そんなにうまそうに撮れてるかな、あれ。猿川、ここもでかいな、町。これが紋別の中心地かな。富川北、あ、ししゃも寿司とかある、あそこ名物ししゃも寿司。よし、
きますか。今日の昼飯食いたかったんですけどね、シサモ。シサモ嫌い。そうですか。私はあれはかなり好きです。で、嫌いな人を否定はしませんけど、まあ好きな人の方が得してますよね。ドラクエで言うと、死体が入った棺桶を引きずって復活させてもらいに戻っている状況かな。テキスト、こちってら、おお、プリン体。ラーメンは、なんて名前だったっけ？宝なんとかだっけ？うん。シャモ。輸入じゃないシャモ。私も一回しか食ってないんで味覚えてないです。特別なんかどうっていう記憶はないんですけどね。そう、シャモのおじさん、おじさんって誰のこと？一体おじさんがどこに？うん、お酒飲みました。パインなんたらチューハイ。すりおろし分があまり入ってなくてあれ残念だった。お兄さん。トフーズパンダ。ファーストフーズパンダか。フライドチキンハンバーガー。ん？奥さんらしいですね。あ、これ歩道に上がろうかな。途中までは。最近あの夜配信の時だけですね。まあ待たせるためもあるんであれ。ふう。あ、グルメシティですね。ツルハですね。ツルハ北海道なんでしたっけ。そのお兄さん、社長さん、あ、赤ちゃん。酒はまあ、お、ダチョウですか。爆発。卵系はそうなるみたいですね。グルメシティは同じなんじゃないですかね。グルメシティは母体なんなんだろう。うがっと、そのとしたっけ。ダイエーはどうなったんでしたっけ。ダイエーホークスでしたよね。そう、笑い声は私声出ないんですよ。本当におかしくて、あの笑うとあの息が出ていくだけの状態になって苦しいんです。なんか意図してははみたいな笑い声みたいなことを出すことありますけど、発作的に笑ったことはないですね。そう、大笑いしてるときはただ息ができなくて苦しいだけです。あ、ダイエモイオなのか。へえ、知らなかった。結構上りです。結局97円。今ここまた死んでますか。パンチ、うまみは大きいと思いますけどね、シシャモ。うまみ、うまみ。あ、今ここサーバーがおかしいんですかね。そう、マルタ落ちてきそうな感じはしますよね。伊東洋華堂ですか。伊東は地味。あ、ダイエーが、あれ、どういうこと。あ、ウェルシア、ベイシアってもありました。あ、ベイシア違うか。お、ほぼ、いらっしゃいませ、北海道です。でも北海道は今日まで。今日の夜フェリーで青森で、青森でじゃない、青森八戸に渡ります。
定食。ああローソンだ。セブンとセイコマ以外のコンビニようやく見たよ。だからあとダイエーといったら関係ないけど、タイエーっていうスーパーかなんかが根室のあたりあって、豚の串が入った焼き鳥弁当売ってますね。あ、園長ありがとうございます。25分のところもできるかな。今回のリコーダー何か言ったかな、豚串が入った焼き鳥弁当ネタは。紀伊半島はでかすぎ。昔何度か行きました。紀伊半島でのお気に入りは熊野川上流の仙人風呂です。あそこ何温泉って、川湯温泉。あそこの川の仙人風呂っていう川を温泉にしてあるところが、はい、今まで入った中で一番気持ちよかったです。泉質がじゃなくて、冬に寒い時に川が丸ごと温泉になってて、で星空見ながら、あの背中の岩に頭乗せるというあのシチュエーションが最高でした。でも2回目いたらそこまでじゃなかったな。大遊手動延長しました。ご指摘ありがとうございます。あ、タイエーじゃなくてハセガストアでしたっけ、あれハセストでしたっけ。あれタイエーはなんだっけ。じゃあ確か根室駅前にタイエーってのあったはずだけど、セミン、根室の、あ、仙人風呂、そうですね、11月ぐらいからでしたっけ、あれ。でもあれか、気持ちよかったです。バイパスの方に車が行くっていうのは、あ、今そうなのか。あ、坪湯知らないな。太湯、ん、どこが、あ、道の駅が少し先にある。向川町の中心地の手前に道の駅ありますね。よし、ここでなんか冷たいもの、冷たくて甘くて酸っぱいもの。温浴は、あ、そう、今ここ忘れてた、クロスバイクです。この通り、今ここは、あれ函館でしたっけ。そう、冷たくて甘くて酸っぱいもの。理想を言うと、ハロハロのパイン味、あのミニストップのハロハロのパイン味、あんな感じの。ございます。こんなのか、冷たいのか、全く冷てえぜ。ここは富川っていうところなのか。あ、かまど屋だ。え、という、あ、甘露に酸っぱいのはやばいな。え、ガリガリ君の足味、うん、それもなかなかいい線いってますよね。お、この屋根はどうなってるんですかね。折り鶴、コンビニエンスストアトントン。うわー、あー、クリシュもうまいですね。クリシュも私好きです、バニラが特に。なんかフィギュアがめちゃくちゃいっぱい置いてある。ですね、皆さんには逆光ですけど、左からピノキオみたいなやつ、白雪姫の小人みたいなやつ、ガチョウ、七面鳥みたいなやつ、アンパンマン、馬、で右上のところに並んでいるのがものすごい数だな、あれ。あのですね、右上出っ張ってる3匹いますよね、あれ右から、ミミズク、ピカチュウ、エビス様が乗ったタイです。いきましょう。で、その看板の間に挟まってるやつらは全部ガチョウみたいなやつです。かわいいな。あ、競馬場、ミミズク、ピカチュウ、タイ。酸っぱくて甘いかな。よいしょ。オールスター、何のオールスターだかわからない。
トントン、いやこれは個人商店でしょ多分、釣りリンゴではな、あーなんかあったかもしれないな。コンビニエンスストアって書いてありました。何なんだろうあれ。でもあの一遍入ってみたいと思った中で一番今もう一遍入りたいのは、あの上信電鉄のなんじゃいっていう名前の駅があるんですけど、なんじゃいっていう、なんじゃ駅の近くの沖縄屋、あそこもう一遍行って入りたい。何を楽しみに、カラオケ、ああそうかもしれないですね。ミミズクは耳があるからミミズクって私は勝手に覚えてますけど、あれはミミズクじゃないですかね。耳みたいなの出っ張ってるやつ。あそこの沖縄屋もいっぺん行きたいな。お、全然寒くないんですよまだ。いつか寒、もうすぐ寒くなると思うんですけどね。昨日あのお風呂から上がって宿まで行くときはそれなりに気温下がってました。でも今朝また暖かい。この暖かさは多分一時的なもんだと思います。買わないわ。あ、さっきのあのトントンですか。コンビニエンスストアっていうんで、マクラコーヒー、マックスコーヒーですか。売ってるかどうかはちょっと気をつけて見てないですね。今日蒸し暑いです。ちょっと今はそれほどでもなくなってきたかな。あともう 30? まだ40ぐらいじゃないですか残り。そっから20は進んでないでしょう。そう映像はそうなんですよね。あの海の波しぶきとか見てると、あ競馬場前通るんだったらまあ門ぐらい映しますよ。いや、メロンソーダも見てない、見てないというか気づかなかったな。セコマどの辺、今ここ出てないかな。富川っていうとこです。富川記念物件買わないです。皆さん肌寒い、今そうですね。昨日は空気が乾燥してて天気が良くて涼しかったから最高でした。さらに追い風。サラブレッド牧場は多分通過してきたのがあれ大体そうだったんじゃないですかね。サラブレッド的な競馬的な意味以外で、あと乗馬かで買われる馬ってあんまないですよね。あ、牛だ。んショートカットありました。道ショートカットあったら地図見てルート作ってる時に気づいたと思うんだけどな。2カップは過ぎました。あ、でも見たのはそのあたりですね。おお、追い風が涼しい。どこショートカットするとこありますかね。この先も特にないと思うんですけど。食料、ラーメンとか食べました。競馬。うん。セコマは35回目かな。感覚的にはそのぐらいの数字です。1日10件は見てると思うんですよね。もっとかな、50件ぐらい見てるかな。受付女王かショートカットの、いやでもなんでショートカットしないのかって言ってませんでした。さっきの威嚇的なコメントはなぜ私がショートカットにしないのかって意味か。今ここあれよくわからないです。出るときと出ないときがあると思う。今ここから来ましたっていう人も何度かいるん で私は設定変えてないので、なんでしょうね。ロングヘア、ポニーテールで、ポニーテールで、ツインテールで、
ツインテールって怪獣いましたよね、確か。あのハサミムシひっくり返したようなやつ、ハサミムシが逆立ちたようなやつ。ポニテ、ツインテ取りましたか。なんで前を知ってるんだ。ん、あ、競馬場これですか。いや、500メートル手前って書いてあるからもうちょい先じゃないですか。あそこになんか数字書いた、あれなんだ、テントじゃなくてなんだろう。こっちこっち、そう、紳士宿所。坊主近くにしたことありますけど、いまいち評判良くなかったです。ん、何が一緒。私は北海道は今日までです。競馬場500メートル先に入り口あるらしいです。うわ、ちょっと、あー、びっくりした。うん、これ多分競馬場の敷地なんでしょうね。この、これと途中からギザギザ舗装がついてて、それとの段差がまたあるんですよ。こういうの本当勘弁してください。自転車のことも考えてください。お、日照観光センター、美味しい、そうそう、ドリップコーヒー100円、すぐそこ。コーヒーもいいな、コーヒー悪くないな。でも競馬に入らないと買えないってことないのかな。しけさん、いらっしゃいませ。馬用の信号はこの辺り、馬が移動するときには車でしょう。あのお抱えの運転手で運転してもらうでしょう、きっと馬は。北海道の馬の競馬、馬の競馬どうなんでしょうね。出身地がってことですよね。馬のグランシャリオナイター、11月14日まで。琴内湖はどこにありましたかね。前行ったんじゃないかな、多分。よっ、甘くて酸っぱい、甘くて冷たくて酸っぱいコーヒー。え、何だと。今のコーヒーの話かな。確かに熱いコーヒーなども腹に入れても悪くない感じですよ、今は。入れてやらんでもない。さっきちょっと教えたけど、ここは馬ですね。うまうま。セコマも、あ、セコマも確かコーヒーあったっけ。ハスカップソフトは、ハスカップ味っていうのがわからないんですよね。どの味を持ってハスカップなのか。薄紫っていう色のイメージ以外何もないんですよ、ハスカップ。これが入り口か。建物とか見えないですよ。街道、これですね。ブドウ、でも味はハスカップ味って分かんないですよね。あれ、どこまで入っていけばいいんですか、この競馬場は。一応これが入り口だと思いますが、向こうの方のあれかな。ブルーベリー、いやー、どうだろう。酸っぱいんですか。良い、あーですかね。あ、酔いとまけってハスカップなんですか、あれ。酔いとまけはベタベタしてるお菓子という情報まで今のところ掴んでいます。ハスカップ色ハス、万栄タイプじゃないですよね、これは。今のなんかアーバンな、え、苫小牧2カ所あるんですか。それは知らなかった。確認しよう。何が好きですか。なんか少し喉にき始めてる気がするな。風気味になったりしなきゃいいけど、体調今そんなに悪くないんですけどね。なんか喉が違和感がある。ん、行こうよ。はどこへ。じゃあ大人行こう。ちょっと地図で見るかな。西港、東港、あの湾挟んでそれぞれ反対側ってことですかね。西港じゃないんですかね。東側の方ってちゃんとした道路がつながってなかったように見えたんですけど、まあ今パソコン開けばブラウザに、スイカフってなんだっけ、2箇所、まあ、手前の方が楽でいいですけどね。
会社ですか。いつも、ああ、フェリーはよく乗りますね。フェリー航路があったらなんか利用したくなる。今回もフェリーがあったからそういうの思いついたんですよ。北海道旅行っていうのは決めたけど、どっからスタートしようかなと思って、北の方は寒そう、道東の方も寒そうで、首都、向こうで千歳の辺りは前何度か走ってるし、函館でもよかったかな。まあでも帯広から、そう、帯広の近くに食事が美味しかった東宿あったなと思って、それがあの関霊館なんですけどね。その辺りから適当に線引いて、うん、モーターですね、ホタルか。道東の方は気温が低いってイメージがあって、8月に凍えたことがあったから、もう今だったらやばいと思ったんですよ、9月とかだと。よっと、漁場なので、まあ道南あたりが無難かなと思って今回のコースにしました。で、苫小牧の方に線引いていった時に、そういえばフェリーが何本か出てるのが見えて、で、行き先辿ってみると八戸があったんで、うん、クーリッシュ、これは元ローソンかな、だいぶ経ってますね。今年は暑いね、今年、今の時期悩ますですよね。だから私、一昨日テント泊の時にはかなり消極的だったんですけど、なんとなくコメント流れと自分の気持ちの動きからキャンプすることにして、で、結果全然問題なかったです。気持ちよかった。朝起きたら凍えてんじゃないかと思ったんですけど、あったかかったし、東北今降ってるんですかね。私が着くまでにやんどいてください。よろしくお願いします。今下り坂なんで完全に漕がずに、もう今足と尻を休めてます。シュラフ一つですね。シュラフカバー足すぐらいかな。あ、木曜から、木曜、明後日ですか。南行き受けたまわり太郎、トウモロコシ畑だ。今まであまり見なかった。で、向川の道の駅に行ったら冷たくて甘くて酸っぱいものかな。酸っぱい条件はちょっと難しいんですけどね、うん、あ、カイラを持ってきてます。念のために 2,3 個持ってきました。あのキャンプ道具入れの中の下の方に沈んでたやつを。舞鶴ですか。舞鶴、あれ、舞鶴、敦賀、舞鶴はどの辺だったっけ。前通ってるはずなのに。あと、あの芸能ネタか。芸能ネタはついていけません。シシャモは食ってないですって話かな。ん、あ、ハスカップが、ハスカップはレモンもいいですね。レモンもいいな。今ダメでした。車来るとダメです。なんか香川がどうっていうところまで聞こえてたんだけど、シシャモパーク、シシャモ公園か。道路、さっきよりは広くなりました。一番ひどい時よりは。まだこのぐらいだったら大丈夫。車もそんなに多くないし。あそこもいますね。シシャモのハンバーグか。なんかめちゃくちゃ高くなりそうですけど、あ、気にせずに行きます。シャモズシ、車は基本的にスピード速いですね。シシャモバーグとかめちゃくちゃ高そうだし。あ、そっちの香川、あの人の方の香川なのか。鹿
香川県ネタかと思ったら、うどんネタかと思ったら。日本一周をしてるというのは知ってるけど、見たことはないし、あの、なんか言うと関わりできるとやばそうだからな。夕張方面、ちょっとじゃあ雨かしらを見てみようかしら。ちょっと待ってください。今ここ出てなかったら教えてください。今見てみます。雨かしら。うお、目の前雨降ってる。ちょっと待ってね。お、かすって、この後雨は向こうに抜けるんだ。じゃあこの先行ったら路面が濡れてる感じですかね。見せては。あ、今ここありがとうございます。今こんな感じ。びっくりした。いつの間にか雨に囲まれてる、雨雲に囲まれてる。多分この先降ってんじゃないですかね。今向こうの辺り、向川の駅の周辺は。でもそれがすぐ通過したらしばらく雨雲ないっぽいんで。怖っ。18キロ直線ではですよね。30キロ以上あるような。まだ急に、あ、じゃあこの後回られる可能性ありますね。バンジキヨシニュータイヤ、攻撃やばいな。周り囲まれてるから振っててもおかしくないんですよね、これ。雨宿りは何かでき、あ、何かあるでしょう。何かこの辺りには今ないけど、確かに。あ、それ今の写真撮っときゃよかったな。出来事後で思い出すために撮っとこう。あ、そう、夕ご飯どうするかも考えなきゃいかんかな。傘、サスペイですね。向かってくる、あ、それもちょっと見てみますね。この時期の雨そうなんですよ。寒い思いするとすぐ風邪ひいたりするから。道のりで18キロってことは、なんか私が考えてた苫小牧フェリー乗り場じゃない、もっと手前の乗り場なんですかね。ちょっと待ってください。じゃあついでに、カッパはショッキングオレンジという色はないですね。で、ちょっと待ってください。苫小牧、あ、また消えた。ですね、あれ、苫小牧ターミナルが八戸にあるんだけど、あった。室蘭本線の苫小牧駅のちょっと東側の高校になってるところですね。高校東に、マルトマ、何でしたっけ、マルトマ、何があったっけ。ここだから西のですよね。だから、うん、もともとの予想と大体変わ、そんな変わらないはず。あと36キロですね。30だけど、そんなもんですね。うん、まあそんなもんですね。ですよね、まだ37キロ。うん、シルバーフェリーです。東港、丸太遠い沼の旗